はい、コーラのミニ缶の話。コーラのミニ缶の話。まあ、コーラっていうのはペプシとかね、コアコーラとか、まあ、いろんな銘柄がありますけども、私昔コーラをね、結構飲んでいて、そう、一番飲んだ時で、1日に、1.5 リッターのペットボトル1本ぐらい。はい。朝昼晩ね。うん。それが毎日とかね、そういう感じで。で、ちょっとやっぱ体調がね、良くなくて、良くな、ね、悪くして、やめたんですね、コーラね。今はね、もう本当に、1ヶ月に1本も飲まないぐらいなんですね。まあ、飲もうと思えばね、いつでも買って飲めるし、さすがに自転車とかで遠出して、で、まあ、補給するときに、何かジュース的なものね、買うときにはコーラにしてるんですが、まあ、それ以外は、通常のね、平場では、飲まないっていうね、まあ決め事じゃないけども、まあそうなってますね。まあなぜかっていうと、やっぱり体調悪くなると困るし、あと糖分がすごい入ってるんでね、だからこう予想以上にこう糖分が取れてしまうので、まああんま良くないだろうということでね、まあ、太りはしないけども、まあ、体調良くないとかねあるんで、まあそういうことしてたんですね。もう数年コーラはほとんど飲んでないという、まあ自転車へ相当ヘトヘトになった時に、補給で飲みますけども、それ以外は飲まないと。まあ、嫌いじゃないんだけども、まあ飲まないってことですね。で、あの 1.5 リッターのねペットボトル、あるいはまあそれ以上のものあるんだけど、買っても飲みきれないんですよね。うん、あの誰かとパーティーやるわけじゃないから、それ一人飲まなきゃいけないからね。朝500飲んで、昼500飲んで、夜500飲むっていうことが求められるので、もう2日目になると完全にもう、あの、封しててもね、まあ炭酸が抜けちゃって美味しくないし、だから、そんな無理やり飲んで美味しいのかってことになるからね。大体朝500飲んだらね、昼も飲みたくないんですよ。うん、相当好きでもね。夜炭酸が抜けたコーラなんか500も飲みたくないし、はい。だからね、まあやめてたんですね。それでふと気づいたのが、ミニ缶があるなと思って、コーラのミニ缶、すごい小さい、基本的に 350ml よりも小さいものはですね、私ミニ缶だと考えてますけど、まあ、実際の分類はね、学術上の分類は知りませんけども、まあでも一応350よりもっと小さいのがミニ缶だと考えたわけで、昔私ね、コーラにミニ缶があるなってことは知ってたんだけど、これ誰が買うのっていうね、謎が残ってて、まあ子供とかね、いっぱい買っても飲みきれない人が買うのかなと。でもコスパあんま良くないなと。自販機とかでね、例えばすごい小さいミニ缶売ってたとしても半額とかなってないんだよね。うん、120円とか130円で売ってるわけ、ちゃんと。で、350はどうかって言ったら、120円とか130円で売ってるわけだから、変わんないんですよね。大きいの買っても小さいの買っても変わんない。じゃあ大きいの買って残ったら捨てればいいじゃないかというね。そういう、まあ結論になるわけです。まあ無駄なんだけども、足りないよりはいいみたいなね。はい。だからね、このコーラのミニ缶誰が買ってんだろうと、うん、思ってて、まあシャレで買うのはいいんだけどね。だけど日常的にそういう買う人は、ね、いるのかなと。でコーラ買う人って大体コーラ好きな人が多いですよね。ジュースならコーラみたいな、うん、ペプシでもコアコーラでもね、何でも。だからたくさん飲みたいはずなんですよ。でもミニ缶があると、これ何なんだろうと、意味わからないなみたいな感じで、うん、そんなこと言ったらね、コーヒーのミニ缶だってどうなんだってことになるわけだから。コーヒーもね、缶コーヒーの一番小さいサイズありますよね。あれちょっと飲んでどうすんのっていう話になるから。で結構値段もしますよね。ただコーヒー自体は 1.5 リッターのねペットボトルのコーヒーとかないから、まあ、あるのかもしれないけど一般的じゃないから。あるいは 500ミリリッターのロング缶のねコーヒーとかないから、うん、だから水分補給というよりはちょっとこうお茶飲んでカフェイン取れたりと、うん、で結構カフェインと糖分入ってるんで、あんまりロング缶とかね作っちゃうとごっこ飲んじゃうんであんま良くないから、あ、だからミニ缶にしてるみたいなこともあるのかなと思って、コーラのねミニ缶
うんみたいな感じでずっと買わなかったですね。人生で一回も買ってないと思います。さすがに誰かにねもらってねいかぐらい飲んだかもしれないけど、まあ自分で買うことはなかったわけね。でミニ缶買ってないなと思って、コーラね嫌いじゃないけどもミニ缶は絶対買ってないなと思って、つい先日ようやく買いましたよミニ缶。あのね安売り店みたいなとこ行ったらですね、なんかお菓子を買って備蓄用のお菓子ね、なんかあった時に食べる備蓄用のお菓子、長期保存効いて、まあ火を加えなくても美味しいものね、で食事の代わりにも一応なるようなもの買ってですね、でなんかあのジュースとか買っといた方がいいかなみたいな感じで、でパッて見たらですねジュースのその陳列のところにですね2本で100円とかになったの。2本で100円、この棚2本で100円ですよみたいな感じで、でミニ缶が置いてあって、コーラのミニ缶も置いてあったんですね。それ280ミリリッター、350の缶の、8割ぐらいのね高さの8割ぐらいの長さのね、それが缶がだから若干ミニ缶みたいなね、で280ミリリッターで2本でだから560ミリリッターだから、500ミリリッターだとすると500のロング缶1本100円だから、まあ、コスパ悪くないですよね、コカ・コーラだし、うん、でねコスパ的には悪くないと、じゃあ買うかと思って、これも一応ミニ缶のね分類なんですよね私の中では。で今家に備蓄してます。備蓄2本だけだけどね、まあ、なんかあったら飲み物なくなったとかね、あと、ロックダウンしたとかね、パンデミックでその時に飲もうかなと思って、まあ、この2本だけでどうにもならないんだけども、一応ですね家に飲み物があると、常に、ね、常備してる飲み物があると、はい、こうローリングストックあんましないでずっとあるというねものです。まあもちろんね1年以内には飲むと思うんですよね、今日だなみたいな感じの日に飲むと思うんだけど、まあ、コーラのねミニ缶を初めて買ったっていう話ですし、まあ、これ期待できるのは飲み切りサイズなんですよね。うん、だから500のね、ロング缶買うとこれ飲み切んなきゃいけないですね。ペットボトルだったら口をね封できるけど、缶の場合は飲み切んなきゃダメだと、うん、多いとね。でこの 280ml だったら必ず飲み切れるし、これ2回に分けられますよね、2個買ってるから。だから500の、ロング缶を2回に完全に分けて美味しく飲めるというね、そういうメリットがあるわけです。